高校生ラップ選手権に出て変わったことって何かありますか？変わったことはとりあえず自分の甘さを知りましたね。甘いなと思いました。やっぱり10回出た時は武道館だったんで、でかすぎて、でなんか飯も全然食べれなかったんですよ。もう緊張しすぎて、謎のなんかそんなつもりはなかったんですけど、本当に入ってこなくて、飯が松屋大好きなんですけど、ビビン丼がまだあった頃、ビビン丼とか一瞬で食べるんですけど残しちゃってってぐらいめっちゃ緊張してて、でいざ出てみて全然かませなくて、自分的には余って思いましたね。その時になんかしっかりしようと思いました。本当に実際出てなんかレーベルだったりからの反響とかってありましたか？ありました。なんか声かけてくれてる人がいて、まあちょっと頑張りたいなって感じです。それはメジャーレーベルからってことですか？そうですね、まあいろいろですね。